調子からおはようございます旅の途中でございますでですね今回は iPhone が最強の旅カメラである理由これについて第2弾になりますで今回はレンズ3つ分ついてて薄くて軽いで特に超広角モードが使えるって話ですよ前回とかぶる部分はありますけどもご容赦くださいちなみにですね僕これ YouTube 撮るきに話のネタをここら辺でもう全部こうバーって書い,書いていくんですよ 社会人だとどうししてても平日って忙いいじゃないですかで休日も動画常に回せるかっていうのは分かんないんで思いついた時特にあれですね僕風呂入ってる時にいろいろネタを思いつくんですけど思いついたらもう iPhone にこうやってメモ帳に書いちゃうんですよ箇条書きでどん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 とでこんなんやってるだけでも全然覚えてられますからこれ見えますなんか変なの映り込んでる俺のイケメンゼロ映り込んじゃってますそんなことないですよね大丈夫ですよね ででででこれれ書いいくと忘れないんすすよでネタ無限にできます僕この方式でネタがもうどんぐらいこういろんなファイルに分かれてるんであれなんですけど多分300個か400個ぐらいはネタが常にある状態なんです。でですね i p h o n e これがなぜカメラがいいのかっていう話ですね。で超広角だすいませんね話すぐ忘れちゃうんですよ。で超広角がめっちゃいいのはやっぱ情報量が多いですよね。 その場の空気をなるべくありのままに人間の視界に近いですからそのままにお伝えすることができるというところで僕はめっちゃ気に入ってますあと画角があんまり狭いと僕はあんまり嫌なんですけど狭いと嫌な理由って言われると何なんでしょうかねちょっとブレが目立つから嫌なのかなどうなんだろうあとはですね一眼のカメラ あるじゃないですか、ごっついカメラめっちゃ画像は綺麗なんですけどあれ重いんですよで超広角とズームみたいなやつをやるとレンズ iPhone これ iPhone だともうこの薄い板切れ1枚で済むんですけどレンズをいろいろ持ってかなきゃいけなかったりしますよねでソニー以外のカメラだと USB 給電、まあ、パナソニックはできるのかな USB 給電ができないんでモバイルバッテリーとか予備のバッテリーも 一緒にに持ってな持ってていいいかかなななきゃいけないっていうここことともあありりますすすしあとここに車載するのがかなり大変ですよ僕金沢の動画で車載したんですけどゴリラポット、まあ、やってやれないことはないですけどやっぱガタ,ガタ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 したりしてあれ微妙に走り出す前とか走り出してガタついてたらあこれ修正しなきゃいけないなみたいな感じになります,ねねなりますよね。でガタついた動画だとちょっとあれなんでその場で削除するのも手間じゃないですか。 で家帰ってきて修正するのもそこだけ取るのも手間なんで結局一眼は使わないことになってしまいましたよなのでやはりですね薄さ軽さで常に身につけていられる携帯性っていうのは僕正義だと思います、まあ、人によるとは思いますけどねなのでまああくまでこれ僕の場合なんでまあこんな感じですよ短いですが以上になりますもう一回言いますと 一眼レンズだと持ち物が多くなって重くなってシャッターチャンス撮影チャンスみたいなのを逃す可能性があると対して iPhone ですと一眼で揃えなきゃいけない3つ分のレンズが1つについてますから iPhone11Pro だと15万とかしますけどでもそれでも一眼のいいやつレンズ3つ同じやつをやろうとするとどうですかね30万で揃えられるかどうかっていうところですからね。 というわけで旅には iPhone でございます。以上です。